刀を鞘からスッて抜く動作。俺、はい、そういう感覚で打ってたの。ちょっとトライアアウト受けようかな。俺がフォームが崩れんのよ。みんな満振りだって笑うんだけど。よし、正解です。ダルビッシュと、はい、あのコラボした時に、はいはい、やっぱり今の指導者がね勉強してないと、はい、だ本当に勉強しに来たのよ。でボールが当たって勝手に飛んでくっていう、うん、その考え方になってくると、昔バリー・ボンズが俺肩で打つんだよって言ってるんですけど、でもそれが本質です。ポン、うん、これが上じゃないと思うんです。パーマアップって表現なんです。それはで、そのパーマアップをこうやってパーンって出すために胴体はこっちの肩が落ちてないとダメなんですよ。でアメリカ人のバッターでこんなになってインパクト捉えてる人いないですから。なるほど。子供たちにこう座らして、まずあのここに来る小学校1年生とかは、うん、昨日とか小学生のクラスあったんですけど、うん、こうやって座らすんですよ、うん、こうじゃない、うん、でこれで取る。まずこっちの手ねとかつってこうやって、はい、で取ったらこっち投げてねとかつって、はいはい、子供たち最初に野球やる子って、このボールとボールが来て手がね会うこともできない子もいっぱいいるんですよ。目とボールがずれちゃうというか、ボール来るまで待つ。で後ろもこれ、はい、そんぐらい手は絶対上だよ。そう、終わった後こうやってねってゴミ捨ててみたいな感じで、これでこうやってゴミっぽいみたいな感じでやっちゃうんで、でもこうするとそういう形に近くなるというか、来るボール来るよね、来るからここで待っときゃ来るよね。そうするとだんだん顔もこう突っ込んでいかなくなっていくんで、これ基本っす。それがまず最初の基本。そうですね、あの子供たちのね、大人にこれやらないですけどね、ラオウさんとか来てこんなことやってないですけど。いやでも、はい、これ教えられ方によって、はい、育ちによって、はい、これからやらなきゃいけない選手ってたくさんいます。います。あ、だからね、そういう人にどこまで噛み砕いて言ったら伝わるかな、でやったことないとは言わないです。あのどうしてもボールが来るとこう締まる癖の人がいるんですよ。そうなん、いや違う違う、ここに力入っちゃったらバッティングになんねえから抜けと、ファーストの所作ができなきゃダメだと。ワンバンってこうターンターンに合わせてこう流れてくじゃないですか、下から。あの感じがフォークでできたら拾えるよっていうところです。大谷さんが大阪ドームで天井ぶっけたのあったじゃないですか、あれが脇閉まってたらあんな方飛ばないですか、ね、あのメキシコ戦の吉田さんのホームランだってこういかないとチェンジアップはあそこにはいかないですよ。面返さなかったもんね。いや、そうそうそう、あれがスキルなんですよ。ふわーとかっつって言ったじゃないですか。そうだよね。で、あれ時の技術を言うならサムダウンなんですよ。この親指が下に下がってる状態のままフォローまで行けて、ここら辺から帰っていいんですけど、だそれはさっきのこれです。子供たちに取らすこれでサムダウンじゃない、サムダの親指が下。もう一個面白いっていうか、この前さ、小沢仁志さんが来たんですよ。それで、ああ、はいはい、ああいう芸能界の方って盾できるじゃないですか、はいはい、刀を鞘からスッて抜く動作が今やろうとしてる動作と一緒なんですよ。ちょっと申し訳ないけど俺、はい、そういう感覚で打ってた。おおすか、やっぱここに鞘があって、あ、素晴らしい、こっからサッと抜く感じ。ああ、そうそう、おっしゃる通りですよ。いいんです、それで。鞘だと構えてるときはピッチャーあっちだけどこっち向いてるじゃないですか、うん、で綺麗にボールに対して行こうと思ったら先にターンしてきて切るのか待つのか打つって言ってやめれないと騙されるんで、うんうん、だから行くぞって時にスパーンってここ長く行けるというか、いや俺はね、はい、ちょうど中途半端なとこ切ってた。だからここが要は棒というか、これ今バーティカルのラインで入ってると思うんですけど、うん、ボールが当たるラインにずっとヒューって出て勝手に出ていけば勝手に向こうから当たってくれるんで、まあ、確かにね、はい、先に下半身いっといてそれでいいです。俺のいい、はい、全然いいです。俺はやっぱ体を開かないために、はい、やっぱ左のかかとをできるだけ上げたら開くじゃない、はいはい、上げても開かないようにするやけど、だから今は脇をこう開けると、はい、こう回ってても開かないよね。てか、ね、残ってくれるよね。あ、残、あのバットはいかないです。そうだ、ね、後ろから来ます。いや、だから
俺らは横振りなのよ。そうですね横です。そうでしょ、はい、横振りだから体が開いたら、あ、体が開くと横の人っていうのはここにライン残んなくなる。そうそうそう、はい、だから振りにかかるまでかかとを上げないようにして我慢してた。そうで、そこのここの壁っていうのも必要だし、あの落合さんがマシンこうやってコンって打ってたじゃないですか。僕はあの方式でいいと思ってて、むしろがっ開きでボールをちゃんと打てないとダメっていう派です。下半身はね。いや、そしたらより簡単だ。こうやって開いちゃうんですよ、うん、開いちゃって上だけ普通に構えてる人でこっちに振るんですよ。そうするとこれで横振りの人ってもうがっ開きだからこういくじゃないですか。そうなん、こうやって話にならないじゃないですか。どこどこ打ってんの、ピッチャー向こうかっていう話になるんで、これでこっちに、あ、分かるわ、こっちにさっきのあのボール取るね、はいこっちっていうのをやると全部バットの軌道がこのライン通ってくるんで、あ、なんか頭の中でものすごくつながってくる。つながってきますか。だから横で打とうとしてる人がまずは足もボールを投げる人でこうついてこう投げる人いないじゃないですか。膝が壊れちゃいますよね。その山本浩二さんとか、はい、あの人もがっぴらきで打ってるじゃん。いやいや、こんなやつ、そうそうそう、もうがっぴらきじゃないですか。そうそう、だけどここの肩が点点点点点ってボール刺してるんですよ、ちゃんと。来るボールに対してちゃんとここが向かってってるから。長嶋さんもそうだった。そうですそうです。昔の方って体をグワーって使うのうまいなと思います。体に大きさがないからどうしてもこういう移動欲しいじゃないですか、うん、それでもバットをいかに後ろに残してゴーンって打てるかっていうのは昔の人の方がうまいとか、バリエーション豊富でした。でも共通して言われることは、後ろがこう大きいって言ったら表現が悪いけども、いや後ろ大きいです、いやいいんです、大きい人が打ててるよね。そういうことです、そういうことです。もうキャッチャー殴られるぐらいの人が打ててるんですよ、うん、だからキャッチャーがビタ付きできないぐらい、あっぶねえな、ちょっと当たりそうだなっていうスイング軌道のやつの方が打てるんです。それも当然なんですよ。キャッチャーが入る前にバットがこうスッて出てきそうなぐらい弧が大きいんですよ。でも王さんって実際こうやって入ってきてるもんね。いやいや、もうこの形がベストです。この今この見え方これベストですか、ね、これで僕からするとここが足が回るんですよ。もっともっと回ってください、頑張ってください。これでさっきのとこキープするんですよ、うん、そうです。でこれはもっとこっち行こうとして、でこっからライン入ってきて長くでこうする。これ超かっこいいです。止まっててください、頑張ってください。おー超かっこいい、超かっこいい。ここまでバットの軌道が長かったらラインが長く取れますね。失礼します。もう顔がこっちですね。そう、あ、いいですね。もうね、体が開くとか全く気にしなくていい。そう、体開くはいらないんですよ。指導者の表現の仕方がちょっとアップデートするだけで、うん、バッターたちの自由度は変わるかもしれないです。ちょっと同じ動作やってても、うん、お前ちょっと開き早いんだよとか言われると、そうっすかっつってもうこんなスイングになっちゃう。手打ちになっちゃう。はい、そうです。もっと逆ですね。もっともっとキャッチャーぶっ飛ばせよお前とかっていうぐらい、一回限界値ぐらいの大げさなスイングしといて、程よく直すというか、逆の発想です。僕いつも子供たちにはもうあの ここにあのさっきのあのバランスボールとか置いて、うん、振り終わったら殴れみたいなことやってるんですけど、こんなの試合で推奨したら怒られちゃうけど、このぐらい練習でもう本当全部自分の今限界値ぐらい振るってこれなんだって分かっちゃって、試合ではボールとバットが当たるよねってことだけ集中しなっていうといい塩梅になるんですよ。あのね、全部が上から下までつながってくる。ああ、そうですか、うん、はい、やっぱ下半身もそうだし、体の開きはじゃあどうしたらいいか、いやもう全然気にする必要がない、はいはい、でこっちの肩はどっちを刺せばいいか、はい、そうです。この手はどういう風な動きをすればいいか、あ、そうです。全部なんかつながったわ。あとはそれを本当にオキティとかで実際自分が打たなきゃいけないところにポイントを置いてバットを出してみるって練習をすればいい。ちょっとトライアウト受けようかな。いやいいじゃないですか。いやいや、なんかめちゃくちゃ打てそうな感じがするもん。例えばここでも綺麗にバットが入るよね。ここも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 同じライン同じポイントでいけるシーン食えるよね、うん、この深さをどこまで深くできるかなっ
ていうところをちゃんと練習してくれれば、対ピッチャーの時にまあホームラン打とうと思うとどうしても限られてきますよ、そのポイントなんて、うん、だけどツーストー追い込まれて、来たポーンってやってそっちヒット打っちゃう、それでいいじゃないですか。全然 OK、 全然 OK じゃないですか。これをバッター側は研究しないと今の160打70打の世界ではやられちゃいますって。ここで一番飛ぶのは分かってるんですけど、うん、でもだ160機の球を、はい、それはホームラン打つのは理想だけども、そういうことですよ。ヒットで OK じゃないかな、当たりゃ OK なんですよ。内野の頭越えられて外野がノーバンで取れなきゃヒットじゃないですか。それに必要な要件って角度の方なんですよ、うん、どんだけこんだけ詰まろうがバット折れようが、で出方がポーンってこのぐらいのライナー飛んでくれれば、まあ正面取られるアウトだけど、ショートが取れなかったらヒットになるんで、バッターはでもそこをちゃんと練習しとかないと絶対ダメだと。だからいかにライナーの質の打球が打てるかっていう感覚を練習で作るかって方が、ロングティーでフェンスオーバーするより全然大事だと。だからもうね、ここには無数にポイントがあるわけですよ。いや、あるよね。そう、例えば、まあ、ありがとうございます。で、僕インコースってこんな前で打ったらもうそんなのがっつりホームランぐらいになっちゃうんで、うん、これの限界値どこかなって探すんですよ、練習で、うん、そうするとこう肘触れるぐらいでこう出してセンターにライナー打っとけば OK なんです。ここぐらい練習です。こう来てトンつってあっちに行っちゃうんですよ、うん、真ん中ならどこが一番後ろかなっていうのを練習するんですよ。オートボール中に入れて、いや、もうこうするんだね。これずっとやらしてたのジジイ佐藤ですね。ジジイ佐藤がネレ道場2号生で、はい、あ、そうなんですね。広瀬淳っていうのが1号生なんですよ、法政で、法政の、はい、三冠王取ったんですよ。その時は縦振りとか教えてないですけど、うん、この後ろのラインの話はしてます、ね、でこれをここで芝居てフェアに入れる、ここがこう入る。自分の一番後ろのラインってどこだろうってちゃんと打ってって、もうこんなにタラムガボーンみたいな感じのとこ言ったら、この幅この幅この幅、そこに無数にボールがいっぱいあるわけじゃないですか。それ、ね、はい、それをイメージしてるというか、自分の限界値どこかなっていうところを練習、個人練習で探らないとダメです。やっぱ坂本も、あ、うまいですよ。インサイドがうまいっていうのは、やっぱ脇の、これが分かってるんですよ。開け方がすごいよね、はい、彼は打ちに行って最後は畳みたいって言ってる。あ、畳んでいいんですよ。抜けるじゃないですか、うん、で要はね、ここまでパームアップができてれば、これがこうなろうが釣りみたいになろうがこうなろうが どうでもいいです、まあ、それはそうです。ここまで大事っていう。ただしまあ、左だったら、はい、左の肘、はい、これはやっぱこうつけてくる。あ、だから それもどう前ここにでき言えるか分かんないけど、宮本慎也さん去年の4月ぐらい来て、完全にお忍びでただ質問しに来て3時間ぐらい喋ってたんですけど、宮本さんもなんかこういう縦の感じなんですけど、唯一違うのがこう肘を入れてくるっていう話なんです。そうそうそう。で僕この肘を入れるっていう感覚は別にいいんだけど、実際こういう風に肘入れたら僕の今やってる練習のここは取れないです。確かに前腕の部分だけ握ってる手は絶対体から離れていくんですよ、この分、うん、で本当にインサイドっていうのはこういうことなんで、抜くとか抜かないんじゃないの、もう胸に手がついてる状態でターンしてこっから出るっていうのが、これ以上だってグリップが中に入ることないじゃないですか。アメリカ人がよくやる、もっと肘を上げてこうで、あんまりこっちに入れないでこう構えてて、こっから体側につけてこうすると、これ以上こっちに内側にグリップ来ないでしょ、うん、でそっから回ってきて外に出てくるっていう感じです。そういうことです。だからこう入ってくるっていうよりも、いや別にこれダメとも言わんすけど、うん、もっとインサイドがあるよっていうのも知ってほうがいい。つけときゃいいって。ここの脇、向こうの人がフライングエルボーするじゃないですか、後ろ上げてるじゃないですか、手が体に近いから、
グリップが。だからこの手を近くを通せっていう。そういうことです。そういうこと。手ができるだけ伸びないで捉えてから伸びる。こう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 。最初に抜いてから出してみる。これ見ててそんなんじゃボール飛ばねえよっていう方いると思うんですけど、もうおっしゃる通りで飛ばすためのスイングじゃないっていうことは分かってほしいです。打ちたいポイントはどうぞご自分の一番気持ちいいところで振ってくれていいんだけど、ここら辺にもバットの芯が出せる感覚を一人でコツコツ養わない、作らないとスーパーピッチャーたちにはやられちゃう。多分ね、昔の人って160キロ来る、165が来るって言ったら、でもこういう感じだもん、ね、そうですね、絶対に絶対こう、だから速いの来るからタイミングが速くて前ってやっちゃう。前もそうだけど、こう上から叩いてやるみたいな、 ね、そんな感じだもん、ね、そうですね、今はこうだもんね。それでだからなんかね、ボールの軌道にバットを乗せてくっていう、来てる軌道が読めちゃったら入れてくんですよ。当たれ、早く当たってこい。ださっきの入射と反射っていうのは当たりだし、本当だる、あの大谷さんがクリケットバット使ってこれやったのは正しいですよ。でこれで打つってなったら絶対ここのライン長く入れないと打って気持ちよくないんで、これ横で扱ってこうやってこうやって扱ったらもう当たるの奇跡ですかね。面でいいんだ。面でこうこっちあれしたらこうなるね。なります。これもうそれなんだよ、ま、前の100、100、100です。あのね、やっぱゴルフでも飛ばす人は、はい、こうやって打った後にこうなるらしいね。あ、もう正解、そうするんです。で俺がフォームが崩れるのよ。みんな満振りだって笑うんだけど。いや、全然それ正解だよね。正解です。この後ろだけで、バーンって自分が触れられないとダメです。今こうやって片足で立ってるじゃないですか。それで、で自分が回されるぐらいの軸の管理してないと、2足でやっちゃダメなんですよ。あ、でもそんなんです。うまいです、うまいです、うまいです。こんな感じか。それでいいです。後ろ下がって打ってんじゃねえかっていう。いや、だからもうこうやってパーンって。そういうことです。そうそう、うまいです。めちゃくちゃうまいですよ。そういうことです。そういうことです。そういうことです。いや、それでさ、こっちだけで。一番やっぱ大事なのはタイミングの取り方ってあるじゃない。そうですね。ちょ、これをやっぱちょっと教えて。それが一番バッティングの肝。同じリズムで入ってこいよ。何でもいいんだけど、リズムを取っとけ。あ、そうそうそう。なんか俺160キロ投げられても打てそうな気がする。触れると思う。